エラシコが続いていますけども、今日も、クロスエラシコの、応用編として、クロスエラシコやらないようをやっていきます。なんじゃそらって思われる方いるかもしれないですけども、実演と解説を交えて、お伝えしていきたいと思います。今日はクロスエラシコやらないようやり方は、前々回やりましたクロスエラシコと途中までは、一緒なんですけど、この5のリズムありましてね、1,2,3,4,5 っていう、リズムでやったんですけど、ここの途中まで 1,2,3 まで一緒で、まあこの軸足を前に出すことによってここにスペースができるんで、前回のはここで軸足をかわして親指で前に押し出したんだけど、今度は親指で軸足をかわしたら、ここで前に行くんじゃなくて親指で小さいエラシコをやるような感じですね。軸足を通してここで小さいエラシコをやる。でこれで実際の試合だったら、例えば前に行くバージョンもあるんだけど、これでここでカットインしてシュートに行ったりとか、次の選択をするしたりできるんで、まあ、これも遊びでバリエーションなんですけど、このクロスエラシコとクロス、このクロスエラシコやらないバージョンを両方持っていっても面白いと思います。一緒にやってみましょう。で、じゃあ1,2,3で前に出さないで真横に、行く感じですね。1,2,3,4,5 って感じですね。じゃあ今度はもうゆっくりですけど、まあ、ちょっと普通にやってみますね。っていう感じです。クロスエラシコと、まあ、クロスエラシコやらないようの、共通で、うまくいかない人の、例でボールをまっすぐ引いたりとか、ちょっと左足の方に来ちゃうとこう角度がなくなっちゃって、すごいやりづらく窮屈になっちゃうっていうパターンがあるんですね。なんでこれやるときうまくいかない人はできるだけボールを外側に持ってくる。外側ってこうね、こっち右足のアウトサイドの、左利きの人だったら左足のアウトサイドの方にこうボールを持ってって、ここのスペースを十分に作ってあげると、よりこのスピードが出しやすいですね。クロスエラシコにしてもクロスにしても、ここのクロスエラシコをやらないバージョンにしても、こっち側にボールを広く持っていくことが、ポイントの一つであります。今日はクロスエラシコやらないようを、お届けしました。クロスエラシコやらないようっていう名前とこの技は完璧に僕のオリジナルです。別に名前まで真似しなくても大丈夫なんですけど、もうこれもクロスエラシコの、クロスエラシコをやっていく中でちょっと思いついたアイディアを出してみました。これもでもね、結構クロスエラシコやらないようはそのままカットインもできるし、そのままクロスエラシコ本当にやらない、それこそやらないようでキャンセルしてディフェンスにクロスエラシコ行くよと思わせて、クロスエラシコやらないようでキャンセルして他のプレーに移ったりとか、そういった時に使えると思います。これもなんかね、友達とミニゲームとか鳥かごとかそういう中で、まずはたくさん実戦で敵がいる中で、やってもらえたらなというふうに、思っています。今日はね、遊びのバリエーションとして僕が思いついた、テクニック紹介しましたんで、またこうやってね、新たな発想だったりとか、皆さんからこうアイデアをいただいたものをどんどんね、ここで、
出していきたいと思いますので、引き続きですね、よろしくお願いします。いいね、コメント、チャンネル登録、引き続き2回目なので、ぜひ、よろしくお願いします。また次回も、テクニック紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。